中国では不動産バブル崩壊や若者の失業が増えて、独裁で情報を制御しやすい状況でさえ、明らかに中国の経済状態が悪いのが伝わってきます。報道よりももしかすると実態の経済はもっと悪いのかもしれません。明らかに中国経済が悪化している影響が、今後日本でも経済が悪化したり、金融不安やインフレで物価高騰する悪影響が出そうなのか深掘りします。中国の不動産バブル崩壊は日本のバブル崩壊と近い日本型バブル崩壊と言われています。アメリカ発の不動産から始まったリーマンショックは、原因となったサブプライムローンは証券化され、世界の金融機関で取り扱われていて世界経済に影響が出ましたが、日本のバブル崩壊は住宅ローンがまだ証券化が進んでいなかったので、日本国内の景気後退だけで世界にはそれほど影響が出ませんでした。今回の中国の不動産バブル崩壊も、中国の景気は悪くなるものの、世界的な金融不安で世界経済が悪くなることはなさそうです。つまり中国のバブル崩壊が直接的に日本の金融機関に影響することはなさそうです。しかし間接的に金融機関に影響が出る可能性はあります。中国のバブル崩壊の影響が日本にないと言い切れないのは、中国に依存している会社が日本には多いからです。例えば TDK は売上の 53% が中国の売上で、村田製作所も 52.8% と大きく中国に依存している会社があったり、ユニクロを展開するファーストリテイリングは全売上の2割超え、日立製作所やソニーなどの電機メーカーも売上の約1割は中国が占めているため、中国の不況は日本企業にも少なからず影響が出てきます。グローバルな日本企業だと中国以外の売上もあると思うので、中国での売上低迷の影響は出るものの持ちこたえやすいと思います。また大手企業は取引銀行もメガバンクなどが支えていくと思われるので、業績低迷をバックアップしやすいと思います。しかし中小企業は資金的な問題で中国依存を脱却しにくい企業も出てきます。中小企業の業績悪化や倒産の影響が出ながら、中国依存の高い中小企業のメインバンクになっている地方銀行に影響が広がる可能性があります。過去動画でご紹介しましたが、アメリカのシリコンバレー銀行の破綻は SNS の噂から広がった今時の破綻でした。マイナス金利政策で収益が少なく、不良債権を抱える地方銀行から日本初の SNS が発端の金融破綻が起きてもおかしくないと思います。8月22日から24日に南アフリカのヨハネスブルクで開催されるブリックスサミットで、どのような方向になるのかも気になります。ブリックスはブラジル、ロシア、インド、チャイナ、サウスアフリカの頭文字からブリックスという名前になっています。 G7 や EU など主要先進国の存在感が低下する一方、新しいグローバルサウスと言われているブリックスは間もなく会員数を拡大する予定で、サウジアラビア、アルゼンチン、イラン、アラブ首長国連邦などを含む20カ国以上がブリックスへの加盟を正式に進めていこうとしています。付け加えた全ての新しい同盟が集まれば、世界人口の 85% を占めることになります。日本のエネルギーの中東依存度は 97% 依存していますが、中東がブリックスに取り込まれると日本のエネルギー問題にも影響が出そうです。サウジアラビアはアメリカがバイデン大統領に代わってからサウジアラビアは距離を取り始め、サウジアラビアと中国は友好的な関係を築いています。エネルギーを中東から買わないと経済が回らない日本は、主導権をブリックスが持ち始めると今の電気代高騰やガソリン代高騰がさらに加速することが考えられます。日本でのエネルギー価格がさらに高騰すれば、物価は今より一段とギアを上げてインフレは進みそうです。インフレが進むと政策金利を上げて物価高騰を抑え込む必要が出て、日本の政策金利も上がると思われます。ブリックスは独自の通貨としてブリックス新通貨を進めていこうとしています。ブリックス新通貨はゴールドを裏付けとする通貨を検討しています。 G7
通貨価値の裏付けをゴールドにすることで、中央銀行が発行した紙幣と同額のゴールドを保有し、希望があった時にゴールド現物と交換する制度です。ブリックスが新紙幣を検討し始めたのは、ウクライナ情勢でアメリカがロシアにドルを使った取引を制裁したからです。ロシアの富豪の海外ドル資産を凍結させた影響は大きく、各国の取引でドルを使わなくても取引できるようにすると、アメリカの覇権は縮小傾向になり、アメリカ国債の上限が引き上げられ、大量に国債発行され、アメリカは金利を上げざるを得なくなると、日本も金利を上げないと、今より日本も物価高騰は進みます。ブリックス新通貨に関係するゴールドを扱うメディアキトコで、台湾有事について報道していました。不動産バブル崩壊の中国は大幅な経済の減速で、今週中国人民銀行は1年もの政策金利を 2.5% まで引き下げています。これは工業生産、小売、売上高、固定資産投資、不動産投資などの経済指標の減速に対応したものです。若者の失業率が2割を超え、人々が苦しみ始めると、政府はそれから心をそらすことを好み、政府が国民の不満を取り除く方法の一つは、自分自身を戦争に巻き込むことですと報道しています。次の30日、60日、おそらく90日に中国で起こることは重要で、日本は中国軍からサイバー攻撃を受けたことが明らかになりましたが、台湾有事の可能性があると報道しています。独裁者の国の中国だとありえそうなストーリーです。ウクライナ情勢のように武器を使って戦わなくても、台湾は大きな島なので、中国が軍事演習した時のように台湾の周囲の海域を軍艦で埋め尽くせば、台湾に原油を補給するタンカーを寄せ付けないようにできます。原油が届かなくなると台湾自体の経済活動ができなくなり、降参せざるを得なくなります。同様に日本も中東の原油に 97% 依存しているので、中東からのシーレーンを封鎖されると日本の経済活動が維持できなくなります。世界のエコノミストの間で語られているのが中国経済の日本化です。不動産バブルの崩壊に加え、就職氷河期や少子高齢化など日本経済の悪いところに似てきています。それに米中対立も加わり、一層の警戒感が心配されていますが、日本の報道を見てもそれほど日本経済に影響ないと予測しているのか、日本に危機感を感じません。単に私が心配しすぎなのかもしれません。